NTT ドコモドコモスマートフォンドコモスマートフォンは NTT ドコモによる携帯電話の分類。競技には2010年1月21日にエクスペリア SO-HB と同時発表され2011年秋まで展開され2013年夏から再び展開される分類の一つ。本校では以下の通り記述する。 1> 第1期から2010年春のエクスペリア SO-01、B から2011年秋のエクスペリア ASO-03、C まで、第2期から2013年夏のエクスペリア ASO-04、E から講義には、1、ドコモウィズシリーズ、ドコモネクストシリーズからなるドコモのコンシューマー向け、スマートフォンの総称。2008年の秋以降に発売された、 ドコモのスマートフォンは、主に、ビジネスユース向けカテゴリーである、ドコモプロシリーズの中で発売されていた。しかし、近年のスマートフォン利用者は、ビジネスだけでなく、コンシューマーにも浸透しており、特に2010年4月発売のエクスペリア SO-01、B はビジネスよりも SN、SNS や一般向けアプリケーション、ミュージックに特徴を持つため、 旧来のプロではコンセプトが一致しないことから新たなカテゴリーとして創設された。同じスマートの語が含まれるがドコモスマートシリーズとの関連はない。2010年9月より提供開始の sp モードにより i モードメールと同様のドコモ .ne.jp のドメイン名のメールアドレスが利用可能である。2011年9月より タブレット端末向けのドコモタブレットという新しいカテゴリが追加され、発売済みのタブレット端末に機種がこのカテゴリに移動した。同年10月からはスマートフォンのカテゴリ分割も行われ、ドコモウィズシリーズとドコモネクストシリーズの2つの体制となった。なお、ウィズ、ネクストの制定前である2011年夏秋発売モデルも、 同時期よりこの二つの新カテゴリーに振り分けられていたが、次第に、その線引きは、曖昧となっていき、その結果2013年夏モデルから、Wiz と NEXT の両シリーズは統合されて、廃止となり、再び、ドコモスマートフォンに戻った。余談だが、ドコモスマートフォンの分類は、両機とも、ソニーモバイルコミュニケーションズのエクスペリアシリーズの機種から始まっており、第一機は、 エクスペリアシリーズの機種で終わってもいる。詳細は各項を参照。以下の端末では、バッテリーの取り外しができず、バッテリーの交換は、ドコモショップへの持ち込んでの修理となる。バッテリーの交換代金は、以下の通り。ドコモプレミアクラブの修理代金サポートも対象外のため全額実費である。もともとドコモでは、防水機種について、 防水性能を維持するため故障の有無に関わらず2年に1回の頻度でドコモショップへ持ち込んで点検を受けるよう公式サイトなどで呼びかけておりそのついでにバッテリー交換をしてもらうことを想定している9ドコモスマートフォンラウンジ東京2010年8月より東京都千代田区有楽町にドコモスマートフォンラウンジという ドコモのスマートフォンの専門ショールームをオープンさせており、発売中のスマートフォンやアプリケーションの体感及び、発売前のスマートフォンなどのタッチトライ、スマートフォン利用者へのサポート対応なども実施している。2011年5月には、梅田、神戸、京都及び札幌に、2011年8月には、福岡に、2013年9月には、 名古屋にもドコモスマートフォンラウンジがオープンしたが、2014年3月20日に、梅田、神戸、京都の関西3店舗が、2015年3月31日に、札幌が、それぞれ閉店している。また2014年6月25日に、東京がコンセプトを大きく変更したドコモラウンジに、リニューアルした。福岡も2014年11月30日に、 ドコモラウンジにリニューアルしたが、2016年2月28日に閉店し、東京も2017年3月10日に閉店した。残る名古屋も2021年3月17日に閉店し、スマートフォンラウンジ、ドコモラウンジは全店舗営業を終了している。基本的にはドコモショップが併設されていた。バツのついたアンドロイドスマートフォンは、 Google アカウントを利用しないもの。ABCDEFGHIJKLMN アップデートで対応。ただしドコモでは事実上富士通製扱いだった。OS バージョンアップで対応。AB ドコモプレミアクラブプレミアステージ会員で先行販売に応募し当選した会員のみ12月6日発売。ABC ダウンロードのみ別売りの USBDAC が必要。 ドコモウィズシリーズ、ドコモネクストシリーズ、ドコモタブレットの Android 4.0のバージョンアップについて NTT ドコモ2012年3月26日発表ドコモスマホとタブレット18機種を Android 4.0にアップデートイティメディア2012年3月26日ドコモからのお知らせ3機種追加のお知らせ ドコモウィズシリーズ、ドコモネクストシリーズの android 4 0のバージョンアップについてお知らせ NTT ドコモ、ドコモからのお知らせ、メリアス N-04C、OS バージョンアップ一時中断のお知らせお知らせ、NTT ドコモドコモからのお知らせ、メリアス N-04C、 OS バージョンアップの提供再開のお知らせ。お知らせ NTT ドコモドコモからのお知らせ。ドコモネクストシリーズ Galaxy S2SC-0 に、C Android 4.0 OS バージョンアップ一時中断のお知らせ。お知らせ NTT ドコモドコモからのお知らせ。ドコモネクストシリーズ Galaxy S2SC-0 に、C Android 4.0 OS バージョンアップ再開の お知らせお知らせ NTT ドコモドコモスマートフォンラウンジを開設関西地区発の、ドコモスマートフォンラウンジを開設、ドコモスマートフォンラウンジ札幌における2011年夏、モデルの先行展示について九州発の、 スマートフォンラウンジを、天神西通りに、オープンドコモスマートフォンラウンジ名古屋オープン決定の、お知らせドコモスマートフォンラウンジ梅田閉店の、お知らせドコモスマートフォンラウンジ神戸閉店の、お知らせドコモスマートフォンラウンジ京都閉店の、お知らせドコモスマートフォンラウンジ札幌閉鎖の、お知らせドコモラウンジ福岡閉店のお知らせ東京、丸の内の、ドコモラウンジ。 3月10日に閉店から携帯ウォッチ、2017年2月23日。スマートフォンラウンジショップ一覧株式会社、ドコモ CS 東海ドコモ大阪を開設、ドコモショップ丸の内店が、ドコモショップの期間店として、リニューアルオープン2017年6月30日。ありがとうございます。